もは一型は、かつて仙台市が運営していた路面電車、仙台市電用の電車、仙台市電開通時に導入された車両である。仙台市電は、かつて宮城県仙台市に存在した公営の路面電車である。仙台市電規部電車化によって1926年11月25日から営業運転を開始したが、その際に導入された。 最初の車両がもは一系だった。木製車体を有する二軸車で、屋根は二重屋根構造になっており、車内の座席配置は全席ロングシートであった。製造は3時にわたって行われ、1926年の開業時20両が導入された後、翌1927年に13両、1928年に7両が増備され、同年の延伸に備えた。 これらの車両はすべて川崎造船所で製造されたが、以下のように細部が異なっていた。車両の製造価格は当時の金額で9450円だった。以降は仙台市電の主力車両として各系統で使用され、第二次世界大戦終戦直後は資材不足から窓ガラスの代わりにベニヤ板を貼った車両も存在した。だが、1948年に、 初のボギー車となるモハ80型が導入されて、以降は置き換えが検討されるようになり、1955年には24から30のうち4両の車体を用いた2車体、連接車のモハ300系の製造も実施された。製造当初の終電装置はポールだったが、後にビューゲルへの交換が行われた。以降も残存車両のほとんどが仙台支電で使用されていたが、 1964年6月に一両が貸し切りバスと衝突事故を起こし死傷者が出る事態となった。その結果木星車体の危険性が指摘されたことでモハ1型は各都市から譲渡されたボギー車へ置き換えられる形で急速に廃車が進み、1965年までに形式消滅した。廃車されたモハ1系のうち1926年に製造された。 トップナンバーの1は1969年に大町西公園に保存されたが屋根のない屋外に置かれていたこともあり荒廃が進んでいた。そんな中、利用客の減少や赤字の増加が要因となり1975年に仙台市は路面電車全廃を決定した一方、残存する一部車両については記念車両として廃止後も保存することとした。 その中に含まれた位置は、同年12月に仙台市電長町社庫に引き上げられ、当時定年退職していた元市電職員も加わる、形で開業当時の姿への胴体復元工事が実施された。そして、廃止前日の1976年3月30日にボギー社に牽引されて長町社庫へ移動し、最終日の3月31日には、 自力走行が行われた。その後は長町車庫跡で他の保存車両とともに保管された後、1991年以降は同年4月25日に開館した仙台市電保存館で生体保存されている。ありがとうございます。